では、英研2級の二次試験、面接試験の練習をしようと思います。ここに私が公式のあのサンプル問題を参考に作った、えっと、まあ、練習問題みたいなもんですかがありますので、えっと、これ英語なんですけどね、ここね。これが英語の文章ね。で、A はちょっと書けないので、まあ、ええー、 適当に <laughs> やるということで、まあ、それで、えっと、一緒に、日本語になっちゃってますけど、絵の代わりに日本語になってます。あのー、日本語はないからね、あの本番ではね、ありませんから、全然日本語。これちょっと日本語ありますけど、これ日本語もありませんからね、本当はね。えー、っと、じゃあちょっとやってみましょうか。音読でやっていきたいと思います。えー、っとね、まずこの、このパッセージはこれなんですけど、その前にことを日本語書きましたので、一応読みます。本当のテストじゃないのでね。 読みましょう。リモートからいきます。一緒に読もうね、せーの。リモートワークのトレンド多くの従業員にとって毎日オフィスに通勤するのは面倒なことですこのためますます多くの企業が従業員にリモートワークのオプションを提供し始めています従業員の中にはこうしたオプションを提供している企業で働くことを選択する人もいますこうすることで従業員はより快適に働くことができますこうしたオプションは 教育や医療などさまざまな業界でも利用できるようになっています。じゃ英語を読んでいきましょう。ここからね。ゆっくりでからね。せーの。Remote work trends.For many employees commuting to the office every day can be a hassle. これハッスルっていうのはあの大変なことですっていう意味ね。 まあ忙しいとかそういうふうな意味にもなります。For this reason, more and more companies are starting to offer remote work options to their staff. これ、会社員のことね。Employee、どこに書いてあったかな ?Employee、Employ ee, これとこスタッフ、これは同じ意味です。従業員ね。 今ちょっとゆっくり読んでるんですけど、この、もうちょっとゆっくりでもいいからね。もうちょっとゆっくりでもいいです。の方がいいです。えー、と、この最後の S を抜かしたりとかしませんから。Some employees choose to work for companies. これもこのように S はないでね。that offer these options in this way. Yes, このようにして。 コレガルティグナここら辺のところのテスコテナルカネ。ゼイケンウォッドココチュウクティミネ。Such options、があるということはこれもここらントところゴテストの問題になりますよね Options are also becoming available これは手に入るイルティミ In various industries これ産業 including education and healthcare. えっと、で、これ問題なんですけど、この問題も一緒に読みましょう。えー、っと、実際には聞くだけになるわけですけどね、ここはね、先生が、あの、えー、っと、試験官の方がこれ読むわけですけどね、一緒に読みます。せーの、According to the passage, how do some employees work more comfortably? 従業員はどのようにしてもっと心地よく仕事をするんですかっていうことですよね。リモートワークだよね。そうすると、comfortably っていうのがあこれだね。それから、some employees これだよね。そうすると、some employees choose to work for companies.work for companies. えっと、 That offer these これらのオプションをオファーするカンパニーに勤めますって言ってますけど、これらっていうのはどこかから探してくるしかないよね。これらって言ってるのが前なんだけど、そうすると、リモートワーク。これだよね。ということは答えは、えっと、Some employees は全にしましょうね。They choose to work for companies that offer remote work. はい、もう一回一緒に読もうね。せーの。They choose to work for companies that offer remote work.Remote work options まで来ても構いません。はい。あるいはね、えー、っとね、これわかんなくなったら、これリモートワークだから、もともとのその台が。だから多分リモートワークは絶対関係してくるよね。だから、えー バイリモートワークとか <laughs>、ね。リモートワークによって。それだけしか言わない。これね,、えー、っとね、合格点までいかないかもしれないけど、10点満点だったら5点くらいくれるんじゃないかと思います。だから黙ってたり間違ったりするよりはずっといいので、えー、っとわかんなかったら、もう一回、一回は、えー、っとね、パダンって言って、もう一回あの、えー、っと読んでもらって、その間によく考えてうん、どうしようかどうしようかって考えながら、うん、えー、っと、オファーリモートワークとか。 オファーはね、自分からリモートワークを申し出ることになるんだけど、まあ、それでもいいよね。<laughs> でも、ここには書いてないんです、結局オファーされることになるわけなんですけど。だから、まあ、とりあえずリモートワーク。リモートワークオプションズとか、それから、チューズリモートワークとか、それから、ドゥリモートワークとか、でもいいかもしれないね。by doing r e m リモートワークまで言えたら、もしかしたら、えーと、10点中6点以上くれるかもしれません。はい。 じゃあ次のナンバー2行きましょうね。えー、っと。あ、ここにありますね。<laughs> えっと、これもう一回読んでみようか答え。はい、せーの。They choose to work for companies that offer remote work. はい。じゃあナンバー b 2行きましょう。ナンバー 2, これもね、一応読んでいきましょう。せーの。Now, please look at the picture and describe the situation.You have 20 seconds to prepare. Your story should begin with a sentence on the card. sentence with the begin a これはあの、まあ、大体もういつでも同じなんでこれ言ってる間にカードの絵を見て一生懸命何を言うかを考えててねそれで大丈夫だからでここにもね日本語で絵が描けないんで日本語にしちゃいましたけど、まあ、大体このですねえー、っとカードに書いてある文章はこのえー、っとね青いところがカードに書いてあるんですよだから これ、だからこのピンクのところを自分で言うしかないんだけど、だいぶ青いとこ多いよね。だから、割とこれはビビる必要はありません。じゃあちょっとこれ日本語読んでいきますか。本番ではこれないからね。じゃあ行きます。せーの。ある日、田中一家はピクニックエリアのある公園へ出かけました。で、これは自分でね。田中さんは夫に、私が食事の準備をしている間、毛布を敷いておいてねと言いました。で、10分後。 このもんもう書いてあるんだよね、絵にね。田中さんは毛布の上にクーラーボックスを置いていました。二人でピクニックを楽しむのを楽しみにしていました。二時間後、これも書いてあったやですね。遊び場で田中さんは子供をブラ,ンコにのブランコに乗せていました。ブランコはスウィングって言います。田中さんは子供が疲れすぎてしまうんではないかと心配していました。じ One day から読みましょう。One day, the Tanaka family went to a park. that had a picnic area picnic ここは自分でこう考えるよね。Mrs. これ、told her husband、これ言えるかなどうだろうね。ここは、ちょっと点数は低くなるかもしれないですけど、said にしましょうか。said にしましょうか。ね。mrs. 田中 said。これ、簡単でしょこれだったら覚えられるよね。で、その後、 そこに、あの、絵に書いてある。これを読むだけです。って言います。You can set up the blanket while I prepare the food. で、さらにまたこれ絵に書いてあるの、これは。だから簡単です。10 minutes later、10分後。Mr. Tanaka was putting the cooler on the blanket. クーラーね、どうかなクーラーこう、こちゃんと、絵がどんな風になってるかわかんないけど。えー、っとね。 これボックスにしようかな。クーラーって言葉が出てくるかどうか。出てこないかもしれないんで。ボックス。オンザブランケット。であるけど、えっと、ブランケット出てくるかな。オンザシートとか。<laughs> ね。なんか、何シートか,かオンザブルーシートとか。その色がわかんない。オンザレッドシートとか。そこにもしオレンジだったらオレンジシートみたいな感じでいいかもしれませんね。はい。 Mr. Tanaka was putting the box on the seat. はい。u t t i n g 置いている。これ、セッティングにしてもいいよね。はい。で、He and His Wife were looking forward to enjoying the picnic together. ここら辺もね、えっとね、そうですね。これ、長いから、ここら辺のところを、えっと、 え、ぜい、何だこれぜいは、ハッピー。これにしましょうかちょっとバカらしいけど、バカっぽいけど、てはハッピー。これだけでいいでしょう、はい、これでオッケーだと思います。えー、さっきの本当にいいんだけどね。でも、これでもいいです。2、Two、hours later, at the playground, Mr. Tanaka was pushing swing their child on the on これ、子供を、えっと、ブランコに乗せて後ろから押してたって意味ね。これ言えないでしょ難しいでしょだから、ミスター・タナカワズえー、っとね、これ、スイングこれ出てくる出てくればいいんだけど、オン・ザ・ス i ング。これ、出ればいいんですけどね出。分かんないかもしれないで、これを、えー、っと、ミスタタナカワズ もうプレイングにしちゃえ、もう。プレイング、ウィズ、えっと、ヒズ、ヒズ、えぇ、チャイルド。はい。これにい,いじゃないですか。はい。で、これ、例えば、あの、娘とか息子っていう言葉が出ないときには、もうチャイルドでいいですからね <laughs>。息子はさん、娘はドーターなんですけど、 まあいいですこれで。で、ミスターダナカはワルイド、that the child might get too tired。あ、なんかちょっと大丈夫かなっていう顔してたのね、この笑顔ねきっとね。そうすると心配っていうのはワルイドって言うんですけど、えー、っとね、えー、っとそうですね。つあとじゃあチャイルド、might get to これ、might get to tired 言えるかな。えー、っとこれね。 ちょっと本当は文法的にも、もうちょっと、あれなんだけど、おかしいんだけど、ま、わず。わずにしちゃえばどう,いうのかな。Mr. Tanaka was worried that the child was tired. ね。これでもいいですね。えっと、わりと、これ、ざっとここに入るか、これもわかんないね。これ難しいかもしれないね。そしたらざっとじゃなくて、because にこれ、こういうときには。 えっと、ミスタータナカは疲れ h i l d was... Tired because the child was ごめん。Was the child was tired. えっと、ミスタータナカは疲れているのです、ね、が、もしこの「ードが出てこないときには、ーー「総 <laughs> 理えっと、すまなかったとか、悲しかったとか、あ、サッド <laughs> えっと「サッド」。えっと、「サッド」。サッドはちょっと言い過ぎか。ノットハッピー「not happy」ね。 実際にこのブランコとやってみたらなんか子供が疲れそうなんでちょっとハッピーではなかったみたいな。これもいいですよね、言い方ね。あの、本来だったらもう少し、えっと、違う言い方があるんだけど、これでもいいですよね。これはあの、えっと、この概要欄にはこれを書いておきますんで、このくらい、だいぶピンクルトが少なくなりましたよね。 これだったら言えるでしょう。そうすると8割もいかないかもしれないけど、な6割以上は必ず取れますから、これで大丈夫だと思います。さて、で、次なんですけど。Now, Mr. m s ご質問の名前を来て、Please turn over the card and put it down. えっと、カードを裏返してくださいと。で、これは Yes とか OK とか言うだけです。で、そして3番。読みましょう。Some people say that students today rely too much on technology. あまりにもテクノロジーに頼りきっている生徒が多い。だから電子辞書とかね、インターネットとかね。What do you think about that? どう思いますかで、これに対して、まあ、模範回答をちょっと書きました。読みましょう。I agree. そう思います。I think they need to do many things themselves. これ自分でって意味ね。themselves。自分でやらなきゃダメです。自分で考え、自分で書いて。 えっと、機械に頼らないでっていう意味ねで。これ、テクノロジー can't give you happiness。テクノロジーでは幸福になれません。<laughs> どうだろうね。テクノロジーが幸福をもたらす可能性もあると思うけど。でもこれは人の意見だからね。これね。いいんです、これで。これだけ言えれば、まあ大丈夫ですよ。ほぼ満点取れると思います。えー、模範解答には程遠いですけど、えー。じゃあこれ4番いきましょう。Today, many people prefer online shopping to visiting physical stores. フィジカルストアっていうのは実際のお店っていうね。オンラインショッピングの方がフィジカルストアに行くよりも好きです。プリファー。Do you think more people will shop online in the future? オンラインで買うようにこれからなると思いますかで ?Yes。多分そうするとホ怖いとか聞かれますから。Online stores are convenient.You don't have to go out. You can stay home. これ同じことなんだけどね。でもこうやって2回繰り返すことによって点数は上がると思います。You can save money. お金を、これは節約するっていうね。Also, there are things that are not expensive. お金を節約するっていうのは外に出ないからっていうこともありますけど、この次のやつにも関わってくるよね。同じようなことを言ってもいいんです。何回も繰り返し同じようなことを言っちゃって、文章1つか2つどころか5個も6個も言っていいと思うよ。それはかなり点数上がるから。 also their t h i n g s are not expensive. で、さらに、they are cheap っていうふうに同じことなんだけど、この後に they are cheap とか書いて。<laughs> they are cheap ね。こうやって言ってもいいよね。はい。あの、あの、they are very good.they <laughs> are very good とか。こうやって出てくる言葉をどんどん 言っちゃえば同じようなことなんですけどこれすごくなんかバカらしい感じがしますけど会話ってこんなもんですからはい、はい、じゃこういう感じです概要欄に貼り付けておきますので音読しておいてくださいね